2月の14日、今2時前なんですけども、私があのセミナーであるとかコーチングセッションであるとかオフラインレッスンとかをですね、全部銀座でやってるんですね。何百名の方が毎年いらっしゃるんですけども、それでどのホテルがいいですかってよく聞かれるんですけども、私たちスタッフも含めて全員東京ですので、東京のホテルのことあまり知らないんですね。なので私はちょっと今日は一つ泊まってみて、おすすめのホテルがあるかどうか、中でギター弾けるかどうかとか確認するためにちょっと一つ泊まってみたいと思います。で、今ホテル予約する動画を撮りましたので、ちょっとこれご覧ください。それでは探していきたいと思います。銀座ホテル、こんなにたくさん出てきます、いっぱい。で、これもキリないので、もう一番上のこの相鉄フレッサイン銀座3丁目っていうところにします。このあたりの写真はあんまり信用しない方がいいでしょう。今日は2月の14日なので、14日から15日、2名にしましょうかね。ダブルとシングルあるんで、ダブルにしましょうか。で、6234円、予約画面。このホテルを撮りましたので、今から行っていきたいと思います。チェックインがね、15時で、チェックアウトが翌日の11時だそうです。持っていくのはこれですね、スタインバーグですね。ここがシャネルがあって、カルティエがあって、ブルガリがあって、ヴィトンがあるところなんですけど、で、目の前にスターバックスが見えていたら、そこがあるんです。スターバックスリザーブっていうやつですね。そこを右に曲がります。違いますね、もう一本向こうでした。もっとなんかローソンがあるところですね。ここですね、ちょっと細い路地。ここもですね、普通のビジネスホテルですね。そんなにうるさくないと思うんですけど、ありがとうございます。この洗濯機もあるんですね。洗濯機と自動販売機が、しかも氷もあります。エレベーターの隣ですね。まあこんな感じの普通の狭いホテルですね。ここで2人はちょっと狭いと思いますけど、ちょっとした椅子と、まあ、テレビとかあるんですね。で、これなんかサイドテーブルみたいなのがあって、多分これは動かせると思うんですけど、はい。でベッドがあって、でここはお手洗いですね。今隣の方がねいたんで、こうなってたらそこまで音聞こえないと思うんですけど、いかがでしょうか。結構壁がね硬いので、今角部屋で、こっちがもうエレベーターなんで、でそっち窓じゃないですか。でここに一人誰かいらっしゃったんで、こっち向いてじゃんじゃん引く分にはね、あんまり大丈夫だと思うんですけど、ただ外の音結構聞こえてるので、どうでしょうかね。夜中だったらちょっと弾いたらうるさいかもしれないですね。ちょっとギター弾いてみましょう。久しぶりにこんな狭いホテル泊まったんだけど、ですけど、でも十分じゃないですかね、一日寝る分には。きっとなんか家政婦さんみたいなのがこうバタバタ通ってるのが音がしますけど、ね、響き的にはそんな響かないと思うんで、昼間だったらね結構デッドなんで、絨毯張りですし、この辺マットレスもしっかりしてるから。多分ここがね PS だと思うんですよ。あの前回につながる細い管がいっぱい入ってるんですね。でこういうところに近づいて弾くと、夜中だったらですね、今これ7階なんですけど、9階の人とか2階の人とかの枕元に響いたりとかするんで、それは注意してください。特にこうなんか4日があったらこういうところにこう振動をねこうやると音は下の方が聞こえるんで。最初のホテルなんでちょっとおすすめことが分かりますけど、まずまあありだと思いますよ。セミナーとかオフラインレッスンの前後にお泊まりになるのはいいと思います。2日連続でこのコーチングセッションとかやられる方なんかだと、絶対どっか泊まらなきゃいけないんで、場所近い方がいいですんで、多分ここおすすめですね。今ねこっち座って弾いたらね、ちょっとねこっち聞こえちゃうかなと思いますね。大丈夫か。めちゃくちゃ景観悪いですけどしょうがないですね。